ランス人のアンドリコさんです。彼は、ね、撮影にしないので有志高校だったので、そうですね、あ、社内にありがとうございます。どういうものを作ってればいいですか、ね、This is Silko君。I don't have the half. And this is Silkworm. ポケトークでした。はい、最近すごい便利で、日本語オンリーでやってますから。そうそう、いいんじゃないの。でもいいと思います。いやいやいや、それもね、大事なんですね。日本の染め物でしょ。山上染め物店さんに行くんですけど、山上さんのところを買ったって言うんですよ。すごいすごい。買ったのいいけど、使ったことないよって言うから、じゃあ今日は初めて使いますね。あ、そうですよね。ものすごく好物かなと思うんですけど、うん、ここから車で1時間以上かな。あ、そうですか。じゃあもうこんな巻くんですね。そうなんですよ。シナノキ、うん、こういうこだわりの、はい、これが、はい、私が持ってきた。お、これがその1時間ぐらい運転したところにやってるやつです。常に大きいで、一回折り機で、はい、シナノキンでコースターを、はい、これぐらい体験できるんですよ。コースター1枚あってもなぁと思って、すごい硬いリボンに、深み色で、そうです。セプレイ、今回基本的には山形県を中心にっていうことで、そういう事業なんですけど、その前に村上に行っていただいて、川です。そうですね、木の皮ですね。これが、ね、この繊維の中に、木の皮ですね。はい、はい、はい。見えないんだよね、でもね、これね。お眉踊ってるのは糸が取れてる。ちょっと煮ただけで眉玉のセリシンが溶けて糸がほぐれてくるんですよ、こういう。指当ててもらうと、この糸が取れてるのが実感できるんだけど、ちょっとワンピンいいですね。すごいリンリン来るからね。もう見るだけじゃなくて手で感じてもらうと、で、取れたのがここに、これだけ取れたんです。子供たち大喜びなんですよ、これは。本当に。手当ててみます。分かったかな。
って言って出るけど。あ、暑い。ごめんなさい。まあ、これぐらい、これぐらい、ちょっと時間がないんで、行きましょう。はい。うん。オッケー。わかりました。あ、ダメだ。了解。はい。どうも、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ああ、そうか。